はい。おはようございます。沖縄おばばでございます。見てください。みけたんがね、甘えてます。甘えてますね。えー、聞こえますかこの、ゴロゴロね。癒されますね。あららららら,ら。ねペロペロですね。ミケたンね。はい。皆さんどうも、おはようございます。沖縄おばばでございます。えー、まあ、今日もね、那覇市めちゃくちゃ暑いです。はい。 ちゃ暑いでございます。はい。えー、まあ、でもね、えー、最高33ぐらいなんですね。えー、一時期よりはだいぶマシになりました。やっぱ台風来た後は、まあ、あかなり涼しくなったんで、えー、まあ,あ、やっと、やっとっていう感じですけどね。えー、内地ではもう40度以上のところが勃発してるみたいですね。 えー、ありえないなと思います、本当に。えー、皆さん、本当に気をつけてください。コメントいただきまして、もう40度以上なんで、うん、ずっとね、冷房つけっぱなしじゃないと、もう、もうなんか体本当におかしくなりますっていうコメントがありました。本当にそうだと思います。まあ、こういう時はね、まあ、本当、あの、電気代は、ケチらずに使った方がいいです。はい。 えー、心からそう思います。皆さんね、やっぱりあのー、健康が第一でございます。えー、そんな中でね、えー、ちょっとあのー、まあ、いろいろね、あの、ニュースからもお伝えしたいんですけど、一つね、えー、まあ、視聴者、視聴者さんから、すいませんね、神々で、視聴者さんから、様からね、えー、の、まあ、 ご報告がありましして x らしいんですけど私 X やってないんでちょっと見れないんですけどね、えー、X で、えー、あの宗男さんですねはい宗男さんがはい、えー、鈴木宗男さんですねが何ていうのかな和水さんに行ってるみたいなんですよはい和水さんにねはいで、えー、みんなでね、えー、応援してあげて ま、ショーみたいなことなんか地元メディアがなんか報道してるのかなあなんかそういうことなんですよ。X やってる方多分あの、鈴木胸男とかで、胸、え、を、ー、鈴木とかね。まあローマ字で入れて、入れた方がいいと思います。もしかしたら、えー、漢字じゃなくてね、えー、地元、なんか和水さんのメディアがあ報道してるみたいです。えー、頑張ってるみたいですね、和水さん。 和水さんっていうか、ネオさん、和水さんとのね、えー、関係づくりに。なんで、こういう方がね、やっぱり、あの、これから日本には必要だと思っておりますので、はい、えー、皆さんでいいねをお願いいたしますということだったんでね、えー、とりあえず、あの、ご報告ということで、えー、まあ、X をされてる方いらっしゃいましたら、どうぞね、あのー、検索して見に行ってください。 よろししくお願いいたします、えー、それからなんですけどこれねあの昨日ちょっと上げた動画なんですけど黒いあの目白録の四騎士ですねで黒いはかりを持った、まあ、上に骸骨ですね骸骨の乗った馬がいるんですけどね、えー、いわゆる木のガーでございますね木のガこれは起こらないんでしょうかみたいなご質問が来たんですけど これ多分世界的には起こらない地域があるんで今回出さなかったのかなって思いました。えー、いわゆるあの変な話なんですけど赤い馬もね、あれあの馬に乗ってるのは第3次おやつ大会で世界的に起こった場合のおね、あれなんで多分ね、今あの馬に乗っ、いわゆるね、和水産ですね。和水産、えー、黒。 黒はないんですよ、あそこ。はい。めちゃくちゃね、あの、取れてるんで、穀物、世界の穀物倉庫なんでね、あそこも。なんで、和水産とか一部の国では起こらないんで、多分出なかったのかなって私は思ってます。はい。えちなみに赤もそうですよね。赤、赤い馬も、えー、変な話なんですけど、えー、一部でしか起こってませんよね。全世界的なものではないんですよ。 なんで、えー、赤い馬が登場しなかったというのはそういうことなのかと思いました。なんて言っても地の4分の1ですからはいなんで直近でね直近で一番最初に起こるのは一番最後の青白い馬ということでございます。 多分、あの、意図があってだ、そういうふうにしてるんだと思いますのでね。えー、ここら辺十分分かってらっしゃれば、まあ、解釈次第なんですけど、私はそのように解釈しております。多分、黒い馬、いわゆる木のガーについては、起こるところでは起こります。しかし、全、世界的なものでは多分ないとは思うんで、ここの辺ね、和水産。はい、和水産は多分大丈夫です。あの、あの国は。はい、多分取れてます。まあ、変な話ですけど、 30度ぐらいにはなってるみたいなんですけど40度超えてるとかそういう話聞かないんでね、えー、和水さんに関しては穀物大丈夫でしょう。はい。えー、そういうことなんでね私はそういうふうに解釈しております。まあとりあえずねご質問があったんで、えー、まあ私からの回答という感じですね。なんで全世界で、まあ、起こりそうなものは一番最後の青白い馬直近でねはい。そういうことです。 えー、まあこれ、えー、規模の規模でね出すか出さないか決めてるんじゃないかなとは思ってますけどねはい、えー、そういうことでございますはい、えー、あとですね、えー、これもあれな話なんですけど、えー、こん今度はニュースからですはい、えー、いわゆる今 C の国と、えー、日本があ日本のね水産品をね、えー、輸入させろって言ってね えー、まあ騒いでるわけなんですけど、えー、私はねこれ思うんですけど、えー、中国が正しいとは言いません言いませんがあ今日本の水産物ですね日本の魚ってものすごく減っちゃってるんですよものすごく減っちゃってるんですよ日本の魚の漁獲量みたいなのがねなんでここでね、えー、変な話、ね、なんですけど C の国が日本の水産物を大量に輸入し始めたとすると日本の、ね、海域の魚が全部乱獲でいなくなっちゃうんじゃないかって私心配しております。はい、そっちの心配でございますなんで、えー、せっかくね、あのー、この機会じゃないんですけど、えー、C の国がね、えー、輸入しないって言ってるところを何年かね、えー 何年かあ魚をね、えー、もう何て言うのかなあちょっと育ててみてはいかがでしょうかねって思うんですよ。わかります、えー、そんなにねいっぱい取って輸出輸出ってなってたら日本の魚本当にいなくなっちゃいます。なんで、えー、これねもうあの何て言うの漁場を休ませれば魚は増えてくるっていうのはもう 例から分かってるんですよ。はい、いくつかの例があるんですよね、もう。この前、あのー、ちょっとね、この前っていうかもう数ヶ月前なんですけど、ボタンエビですね。ボタンエビの取るのをちょっとやめてたら増え出したっていう、そういう例が結構あるんですよ。なんで、しばらく漁場を休ませるためにね、別に輸出しなくてもいいんじゃないかって思います。で、その分はね、あのー、アウト政府が、 漁,あのー、漁業の方にね補償、えー、するって言ってたんだから保証してあげればいいいじゃなでですかなんでそのお金をけちるんですか、えー、それよりも日本の魚ですね日本の漁場を豊かにすることの方がいいんじゃないんでしょうかね。せっかくこの機会にね何、えー、て言うのかな輸出禁止になってるんだったら。 あ魚を取ることをせずにね休ませてあげて魚の数を増やせばいいじゃないですかって思うんですけど私の考え方間違ってますでしょうかねはい。えー、そういうことでございます私ねこのニュース見てね、えー、そういうふうに思うんですよ本当に。はいそういうふうに本当に思うんですよ。 えどもうね、もう日本の魚が少ない、取れるのが少なくなってるって騒いでるのにねえ、ここに、まあ、ここで輸出解禁しちゃってはね、日本の魚が全部いなくなっちゃいますよ。<laughs> ね、わかりますよね、言いたいことね。休ませてあげればいいんですよ、漁場を。魚が増え出しますから、ね、えそうじゃないと、おまあ本当いなくなります。 で今度いなくなった暁には中国が輸入を解禁したからだって言うんでしょうかね。本当にねあのー、なんていうのかなあ考えなしだなって思います私、えー。なのでね、えー、まあ今魚減ってるんで取れる魚がね、えー、漁場を休ませてあげるこのこれをねいいなんチャンスと捉えてね、えー、それが一番いいんじゃないかと思ってます。はい。 私間に間違ってますでしょうかねでも将来的に考えればねそれが一番だと思いますよ食べる魚いなくなっちゃいますよ本当とにほんとそう思いますいあの休ませてあげないとね漁場をね、えー、そういうことでございますなんでこれね本当あのえー、本当アウト政府はね何も考えてないんだろうな と思います。で、自分考えているのはまあ自分たちの損失とかね、目先の利益とかそういうことだけなんでしょうね。えー、まあしょうがないですね。まあ変な話なんですけど、これちょっと次の動画であげたいと思うんですけど、非常に興味深い動画を見まして、実は本当 C の国と日本って。 やばいぐらいつながってるっていう話が出てきてまして、えー、これどっちかっちうとまあスピケチちゃんスピケなのかもしれませんけどめちゃくちゃ興味深かったんで皆さんにもお伝えしたいなと思ってましたはいえほ、ー、に日本が変われば中国が変わるみたいなねあのそういうところがあるんですよまあなんともねなんともなんですけど本当に うわって思いました私この事実を知った時にはうわーって思いましたもううわーってうなるような事実が出てきたんで皆さんにね次にまたお伝えしたいと思います。で相変わらずだなぁと思ったニュースなんですけど今日の朝のニュースでねまたボランティアだよ,だよりですよ水害の地域が。なんんでで自治体はやんないんでしょうか予算組んでないからなんですよね。 昨日あの動画であげたんですけどままたボランティアに頼ろうとしてます違うでしょってちゃんと自治体とかアウト政府がこう災害対策の予算をもうちょっと増やしてやるべきことでしょってことですよね。えー、変な話なんですけど能登でもそうでしたし今回のね東北ですよね。はい えー、秋田とかね新潟とか山形ですねあの辺ただで人を使おうとしてますよねただでこれやめた方がいいですよ本当にまあボランティアでも優勝ボランティアにした方がいいですお給料は上げた方がはいきちんと えー、そのための予算を増やすことです。で片付けの人とかは、まあ、自治体とかね国とかがあ予算をきちんとつけてね普通の予算をつけてあんなで定額じゃなくてね、えー、それでなくても日本はの災害大国なんでね、えー、きちんとやるべきことなんですよそれがねボランティア頼みですよ。 もう呆れて私物が言えなくなりましたね。<laughs> 本当に。またここでもかって思いました。ダメですね。本当に。で、えー、海外にはお金をばらまきいいのなんですよ。まあ本当おかしいですよね。おかしいです。はい。えー、おかしいです。このおかしさに、 一人でも多くの人が気がついていただけるようにね、期待いたします。何でもただでやってもらおうってするのはあまりいいことではございません。はい。なんで、えー、優勝のボランティア、ボランティアだったらね、ちゃんとお給料を出すことです。えー、そうじゃないと続かないです。わかりますよね。だって、 えー、みんなね皆さんね今この時代ですよね何もかもが値上がりして苦しくてね生活でいっぱいいっぱいなんですからもうねきちんとねあのー、海外にね金配ってる暇があったら自分の国のね自分の国のねこういうのをきちんとしたしないといけないんですよねもう,もうほんとお説教モード入りますけどもう本当ねダメですね えー、まあ今日もね一日皆さんお付き合いくださいそれでねまあ暑さすっごいんでもうこの暑さすごいんでまあ冷房だけはね冷房だけは入れてください皆さんくれぐれも無理はなさらないようにお願いいたします私からのお願いです、えー、でないとねあの本当にあの熱中症で えー、危険な状態になりますからねはい、えー、外を歩く時は必ずね、えー、マイボトルとかペットボトルでもいいんですけど必ず水分を持ち歩きましょうあと塩分ですねはいよろしくお願いいたしますえー、今日も一日ね、えー、皆さんがあ元気で楽しく過ごせるように、えー、お祈りしておりますそれではまた。 ごきげんよう、お話を聞いてくださって本当にありがとうございます。沖縄おばばでした。ねゴロゴロ言ってますね。かわいいですね。